こんにちは、福似顔絵師のもんもんです。今日は変装似顔絵を描いてみたいと思います。この人がこのキャラクターに変装したら絶対に似合うはずと思う組み合わせで、オリジナリティあふれる似顔絵を描いてしまうチャレンジ企画です。今回挑戦するのは乃木坂46のカリスマ的エース斉藤飛鳥ちゃんと、あのカリスマキャラクターミッキーマウスの永遠の恋人ミニーちゃん。実は飛鳥ちゃん、ディズニーの公式チャンネルでその姿を見ることができます。モデルとしても活躍する飛鳥ちゃん、以前に有名ファッション雑誌でその可愛らしい雰囲気を買われて、3月2日ミニーの日にミニーちゃんとのツーショットで表紙を飾り、ディズニーとの公式コラボを果たしているんです。その時のミニーちゃん風の衣装や髪型も大好評でした。ということで、斉藤飛鳥ちゃんがミニーちゃんに変装したらどうなるのか、2人をさらにミックスさせて似顔絵を描いてみたいと思います。日本が誇る人気アイドルと世界のアイドルのコラボ、一体どんな似顔絵になるのでしょうか。ぜひ最後までお楽しみください。ここからは筆ペンで実践も入れていきたいと思います。クリッとした目のキュートなアスカちゃんのお顔を筆ペンで描いていきますよ。そんなアスカちゃん、パソコンの CM でもネズミ目風ヘアを披露していたんですが、めちゃくちゃ似合っていました。ミニーちゃん姿も絶対に可愛くなるはず。一気に2人が急接近する中盤戦、引き続きお楽しみください。いよいよラストスパート、色鉛筆で色を塗っていきます。ミニーちゃんのテーマカラーといえば赤と黒のコントラスト、色が入ると一気にキャラクターの世界観に染まっていきますよ。ディズニーファンも納得の似顔絵に仕上げたい。果たしてどんな結末が待っているのでしょうか。一緒に見届けていきましょう。
できました。